はい、こんにちは。今日はですね、こちら、はい、スバルのですね、新型フルモデルチェンジというか、ニューですね、レヴォーグを、見てきましたので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、かなりね、ディーラー混んでました。まあ、発売が昨日というだけあってね、まあ、皆さん興味を持たれている方、いよいよ出たかという方、多いかと思います。はい、カタログこちら、このようなカタログになっておりまして、まあ最初はね、イメージショットが載っております。はい、そして室内ですね、ブラック基調のですね、まあ、これまでのスバル同様のスタイルになっております。はい、こちら右側がね、レヴォーグのインテリアですけれども、ちなみにこちらね、インプレッサスポーツのインテリアです。基本的にはね、このセンターを貫くフロントから、またこのコンソールにかけた流れ、そしてこのステアリングの形ですね。ちょっとね、ステアリングの形はレヴォーグから変わってます。だいぶね、スポーティーな、形に変わっておりますし、まあこの辺の基本基調はだいたい似たような感じになっています。はい、このレジスタのね、位置であるとか、まあ形、四角いレジスターの部分も、まあこのインプレッサーをですね、踏襲したような、スタイリング、内装になっております。はい、このようにですね、かなりラゲッジが広い、まあワゴンなんでね、その利点を生かした、パッケージングもされているかと思います。まあピアノブラック調であったり、まあ特徴なのはこのかなりごっついね、ノーズコーンタイプのフロントバンパーがついております。はい、そしてレザー調の素材ということで、これはレザーじゃないのかな。はい、ブルーのね、ステッチが特徴となっております。はい、エンジンはですね、1.6 リッターインテリジェント DIT ということで、リッターですね、JC08 モードで 17.4 ということで、まあ、アクセラの 1.5 よりはね、劣るんですけれども、まあ、この特徴はですね、1.6 にですね、直噴ターボを組み合わせてますので、かなり馬力としては170だったかな、170、はい、出てますね。そしてもう一つラインナップされているのが、2リッターのハイパフォーマンス DIT ということで、こちら JC08 モードで 13.2 と、まあ、最近のですね、燃費、争いというか燃費の世代、まあご時世にはですね、ちょっと低いかなと、実測でまあ10は切るかなと思いますので、はい、ただね、この走り、非常に魅力的かなと思います。はい、アイサイト、まあ、スバルの特徴となる安全システム、安全運転支援システムですけれども、バージョン3ということで進化しております。この辺はですね、今バージョン2の搭載されている車もマイナーチェンジあたりでですね、揃えてくるかなということを、ディーラーさんの方はね、話していましたが、かなりこの辺はやはりね、売りにしている部分かと思います。まあ、プリクラッシュブレーキだったりね、クルーズコントロール、アクティブレーンキープだったりということで、まあ、基本的な安全システムは搭載しているのが嬉しいところです。はい、その他ね、このこういったメーター類も非常に綺麗に仕上がっておりました。かなりね、高輝度な、明るさを持ったディスプレイ。そしてこちらのですね、マルチファンクションディスプレイはですね、ナビと連動して分かりやすく、ナビの方向ですね、曲がる方向と指示するような表示もしてくれて、車外ナビだとちょっと連動しないということなんですけれども、非常に魅力的ですね。はい、ステアリングも、かなりかっこよくですね、ちょっとここのね、出っ張り、大きいかなと思いましたけれども、まあ、私結構上の方持ったりねするんで、そういった、まあ、ただね、手にそういった凹凸感がね、リアルに伝わってきて、まあ、運転している感じだなっていうことが伝わってくるようなね、ステアリングだったかと思います。はい、この辺のね、あとアクセサリー系の機能も結構ついておりまして、まあなかなか最初からね、装備充実しているなぁと感じました。はい、あと
グレードによってはですね、こちら、まあ、18インチホイール積んでたりですね、ミルシュタイン製のダンパー積んでたりということで、かなり、そしてあとアルミですね、アルミのペダルもついてたりということで、かなりスポーティーなとこまで突き詰めることができるかと思います。はい、カラーはですね7色ありまして、オプションを取るのがホワイトパールですね、クリスタルホワイトパール32,400円取ります。あとは、まあ、ベーシックなスティールブルーグレーだったりアイスシルバーメタリック、まあ、この辺が売れ筋になってくるかとは思うんですけれども、ダークグレーメタリック、クリスタルブラックシリカ、ライトニングレッド、ギャラクシーブルーシリカということで、個人的にはねこのギャラクシーブルーシリカのちょっとの彩度が高い青系が好きかなと思います。はい、バージョンとしましてはまず 1.6GT が266万7600円ということで、一番お値打ちなグレードですね。その次に GT のアイサイトを搭載したモデル GTS アイサイト、一番売れ筋はこちらの GT1.6GTS になるんじゃないかという話をされてました。違いはですね、この、はい、シートが大きく違います。スタンダードシートとこちらスポーツタイプのシートですね。あとですね、ペダルがアルミ、こちらは普通のですね樹脂なんですけれども、ブラックのこちらアルミペダルということで、あとですね、こちら、グローブボックスの上のところの加色がですね、ピアノブラック調プラスクロームメッキなのですね、こちらシルバーカーボン調とクロームメッキということで、差別化されております。こちらは、あとブルーのステッチですねとなっております。はい、そしてさらに上級 2.0GT のアイサイトもと、こちら 2.0GTS のアイサイトですね、スポーツタイプになります。基本的にはこのシートの違いと、加色の違いということと、ステッチですね、カラーが異なっております。はい、あとはですね、豊富なアクセサリーラインナップがあります。まあ通常ですね、あるようなバイザーだったりフロアカーペット、あとは盗難防止用のナットとかですね、こちらボルドーパッケージといって、ちょっとこんな感じの、ボルドー色とね、ブラック組み合わせるとすごいかっこいい配色のものです。あとスバル STI ですね、こちらのパッケージングもありまして、そんなにコテコテのチューニングじゃないんですけれども、まあライトなカスタムということで、スポイラー等ですね、あとダイヤ等のスピーカーだったりということで、はい、まあ、こちらがですねメーカーオプションになりますが、かなり充実しているかと思います。そしてですね、ディーラーオプションのカタログも結構な分厚さを持っておりまして、まあ、このようにですね、キャリアから、まあ、ナビですね、いろいろ選ぶことができます。フロントのモニターは残念ながらないということなんですけれども、まあ、バックモニターとかですね、これがボルドーパッケージですね。はい、こういったオーナメントが選べたり、こんな木目調だったりいうのも選ぶことができます。うん、はい、こちら STI ですね。はい、ということでディーラーオプションも充実しております。はい、次はねナビパックということで、こんだけねナビ選べますね。残念ながらね、マツダのアクセラはマツダコネクトのナビ1個しか強制的に選べないんですけれども、この辺の話聞いてると非常にもう、まあ羨ましく、まあ当たり前なんだけど羨ましくなってきました。はい、ということで、まあ、パナソニックのビルトインナビからですね、ガッツェリア、ダイヤトーンのサウンドナビとね、まあ、音こだわる方はサウンドナビいいですね、ガッツェリアとラフナビということで、それぞれ、値段がね変わっております。はい、ということでね、自由に、まあ、ナビすごい重要視する方はね、好きなナビ選べるというのも、まあ、こういった 2D がついていることの特徴じゃないかと思います。
あとは、コーティングですね、ウルトラグラガラスコーティングネオというスバルさんが出ているコーティング、これ5年保証になります。そして、点検パックですね、そして延長保証プランということで、それぞれサービスあります。で最終的にですね、見積もりをしましてですね、こちら、はい、1.6 の S、まあ、一番売れ筋になるんじゃないかと言われるアイサイトですけれども、ピックアップしたのはギャラクシーブルーシーカーですね。そして特にメーカーオプション、こちらかな、はい、まあ、基本的なもの、ナビとリアビュー、そして ETC ですね。あとステアリングのリモコン欲しいので、そういったまあ一般的な基本で余分な外装品とかはね付けないので、じゃん、お値段こちら350切るぐらいの形で、値引きがまあ10万ぐらいですね。こちらのオプションの値引きは10万ぐらいということで、はい、このような値段になっております。なので2リッターのモデルだともっとねいくかと思います。400いくかなと思いますけれども、うん、結構ね、1.6 でまあこれぐらいするのかっていう感じですが、うん、まあそんな安いかなっていう印象は受けませんでしたけれども、まあ、試乗した感じ非常に出足も良くてですね、ちょっとね、あの18インチのホイールで路面の粗さ段差を拾うかなという感じはありましたけれども、全幅1780とそんなに大きくないにもかかわらず結構広い車室空間ね感じさせてられたので良かったかと思います。まあこの値段見るとね、アクセラ、マスナーアクセラね、まあこれより100万ぐらいは安いんでね、そう考えるとコスパ非常にいいのかなということで、まあ隣の芝はね青く見えるじゃないですけれども、まあいいなと思いましたけれども、まあこれだけ値段も違うんでね、一概には言えないのと、もう少し本当は乗って判断したいかなと思うところです。はい、ということでね、ちょっと実車見てきた様子を、ご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、こんにちは。今日はですね、こちら6月20日に満を持して発売されましたスバルのレヴォーゴミニ、ディーラーまで来ております。はい、いかつい形がね好きな人はたまらんモデルかと思います。こちらはね2リッターモデル 2.0GT の E アイサイトモデルになります。はい、18インチホイールを、装着しておりまして、車高も最初から結構低い感じなので、車高調とかですねダウンサス、まあいらないかなって思うぐらいかっこいいスタイリングになってます。はい、リアビューも、ガニッシュとあしらわれてですね、こちらかっこいいスタイリング引き締まっております。はい、ぐるりと回っておりますが、次にですね室内見ていきましょう。はい、このようにですね黒基調のスポーティーなシートも、この形はこのグレードはスポーティーなタイプで、ブルーのね、ステッチが特徴的です。はい、エアインテークターボモデル、いかついですね。はい、次にインテリア見ていきましょう。はい、メーター2連ですね、結構綺麗なメーターがついております。ステアリングスイッチこのようについておりまして、アイサイトの、ね、各種操作ができます。はい、ナビはですねアクセラと違っていろいろ選べるナビで、上のモニターと連動する、純正ナビですねが特徴的でした。はい、ピアノブラックところどころに加色されておりまして、グローボックスの上の部分もですねグレードによって違う加色、そしてドアトリムのところのブルーステッチということで、至る所に、ステアリングのカバーはね結構しっとりとした感じで、乾いた感じのアクセラとはだいぶ質感異なって、個人的にはこちらの好みですね。はい、ちょっとねあのドアトリムのスイッチ部分、チャッチ部分もありますけれども、まあ300万オーバーのね車です。もうちょっとね、望みたいとこですけれども、うん、なかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっとあとね、コンソールボックスが、まあ、肘かからないところの後ろがだいぶ後ろになるので、左手のやり場にちょっと困る感じはしました。はい、リアシートですけれども結構ゆったり座れますね。圧迫感なく、全幅が1780なんですけれども、まあ、結構広く感じます。ですので、車内空間ね、リアシート座ってのドライブ旅行も結構快適なんじゃないかなと思います。